やっほー、やっほー、やっほー、こんにちは。こんにちは。始まりました。始まりました。ちょっと早めに始まりましたね。そうですね、前に。はい。やっほー、やっほー、デビューおめでとうございます。続々と入ってきております。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あ、じゃあみんなで挨拶しますか。あ、一回挨拶しますか。呼びますか。まずは呼びましょう。ニコ、はい、せーのでいきますね、はい、せーの、ニコ。イエーイ、ニコ、ありがとう。ニコニコ。じゃあ挨拶しますか。はい、はい、どうですか。いきますね。挨拶しましょう。はい、サイフォロワー陣ゴヤボイスです。僕たちゴヤボーイズのデビューです。ゴヤボーイズ、ゴヤボーイズ、ゴヤボーイズ、なんでなんで。はい、こんな茶番を置いといて、はい、僕たち DXT が今日デビューしました。イエーイ、ございます。みんな、はいって、はいって、はい、ゴヤボーイズです。ゴヤボーイズです。ありがとうございます。DXT ですね。DXT でいいの？ダメでしょ。DXT です。DXT です。はい。おめでたいです。昨日もニコという名前が発表されまして、はい、もうちょうど同じ時期に発表されて、すごいお互いの記念日になりました。はい。誕生日おめでとう、ニコ。おめでとう。ああ。俺の誕生日みたいなもんやからね。そうね。今日誕生日。そう。じゃあ早速いただいちゃう。もあ、もういただいちゃう。サクサクいっちゃいますか。はい、はい、食べながら、食べながらね、しゃべりながら。このケーキは、うん、あれやね、リリーベで、さっきね、さっきリリーベでいただきました。サプライズでいただきました。あー、びっくりした、これ出てきた。これやばいね、めちゃめちゃでかいし、フルーツ盛りだくさんし、かぶりつきたいよね。行きたいね。これ何から最初行く。これでも普通に、じゃあ一旦回すか。回しちゃうね。一旦、うん、お手拭いてね、みんな。お手拭きましょう。ありがとう、ママ。なるままでいいよ。なるまま、ありがとう。ありがとう。あ、言った、かわいい。あれ、なんかの、ありがとう。フィッシュのさんと。DXT の誕生日おめでとう。あ、ありがとう。リレーブ楽しかった。ありがとう。ありがとうございます。じゃ、出し方分かってないよ。違う。ファンの人からさ、メッセージ来ててさ、うんうん、スタッフさんに返そうと思って、うん、あれ、なんか全然来てくれないなと思って後ろ向いてて、そしたらなんかケーキ来ちゃって一番あっち側だったからね。そうそうそう、見えちゃった。俺何も気づかなかった。ちょっとだけ見えちゃったんだよね。しかもなんかでかない。でかい。めっちゃでかい。めっちゃ、しかもなんかさ、これはナルたちの DXT がプリントされてて、確かに。で、この絵文字もあるの。そうそう、絵文字あるのめっちゃいいね。可愛い。これどうやって食べよう。もうスプーンでいっちゃおうか。スプーンでもうつつきますか。はい。つつきますか。はい、行きましょう。つつき。行きましょう。飲み物コーラがいいです。はい、サイダー、サイダーがいいです。はい、サイダー、サイダーもコーラ。聖徳太子おる、これ。はい、OK です。いけます。聖徳太子いや、出てないから。出てないから。あ、すいません、ちょっと取り出しました。はい、ピシャ、いい音やな。事務所の先輩からお祝いありましたか。 あ、でも、INI のメンバーから連絡が来ました。ありがとうございます。なるまま今日は。あ、なるままよ、全然。ゴーヤボーイズに改名した感じだよね。うん。あ、
これはみんなでお揃いで買いました。そうです、可愛くないですか皆さん、ね、どうですか沖縄で、はい、ベブのね、うん、撮影の時に、うんうんうん、はい、確かにね、あの時はベブイベブイって、うん、ベブイね、この T シャツベブくないよ、この T シャツベブくないよ、言ってないよ、これがタイツ盛りました、違うやけど、でもいい、良くないっていう、食べ物の前置いておく、うん、置いておく、うん、あ、ほんまにでもどんどんブーム変わっていくもんね、DXT の、うん、ブームがどんどんポン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 変わるから、これあれ北海道のさ Vlog 出たやんか、うん、あのなんだっけ、ツッコメシ、あーこいつさーツッコメシ入りまーす、入りまーす、ブルーがママじゃなくてパパに見えたもんね、今パパちゃん高校生すぎやで、ありがとうよし、じゃあちょっと一口目、はい、これいっちゃう、うん、これいっちゃいましょうか、はい、この感じね、いただきまーす、せーの、いただきます、どう、みんな食べてないですか、おいしい、何、うん、ホワイトチョコ、チョコ、うん、チョコ、うん、チョコ、チョコ、これ、塩気ちゃうよ、うわめちゃめちゃで美味しいわ、甘い、甘さよ、なんか、違うね、確かになんか、めちゃめちゃだよ、ろうそくみたい、ろうそく、ろうそく、ろうそく、例えが美味しくなさそうだよ、ね、これ、あの、どっちかというとパキパキじゃなくて、うん、あのしっとりしてる、しっとり、しっとり、しっとり、ごめん、すいません、あの、うちの谷口がちょっとあの、擬音めっちゃ難しい人なんで、すいません、分かりづらいと思います。どう、美味しい？あ、落ちた。落ちたな。落ちたな。どう、美味しい？いや、マジでビビ。マジビビ。マジビビ。どのぐらいビビ？何もない。何もない。何もない。虫？ろうそくなんじゃないって言われてる。ろうそくだったのかな？こんな美味しいろうそくないよ。みんな食べちゃったけど。デビューおめでとうございます。ありがとう。谷口むずいやってる、じゃあもうちょっと早速もう行っちゃっていいですか、いや行っていいですか、行っちゃいましょうか、じゃあまずブラック組からブラック組からブラックゴーヤから行くブラックホワイトゴーヤ行っちゃいますね、行きまーす、行きます、せーの、中段、行きます、中段からゴー、せーの、ボカーン、谷口擬音頑張ってやマジ頑張ってほしい、メンバーからお、いちごや中身、お、いただきます、え、いただきます、目標はありますかって来てますけど目標、あ、忘れた、乾杯あ、乾杯そうや、ナイス、ありがとう、はい、行きましょう、待って待って待って、みんな持って、はい、みんな持ってください、あ、それもらうよ、じゃあこれさ、ちょっと、うん、うんと置くわ、挨拶代わりにその、一人一人ちょっと言っていく、あ、目標向かねて、うん、あ、なるほどね、いいよ、はい、じゃあ、あの太一くんからこう、あ、いいっすよ、今日ね、今日もあり、はい、で、あ、はい、君、締めで、乾杯、乾杯しましょう、締めやで、締めやで、ちょっと待って、締めやで、なんなんその言い方は、締めやで、ママしてるな、あ、皆さんもぜひあの手元にお飲み物とかがあれば、はい、乾杯しましょう。お、いいっすね。いいっすね。乾杯。ありがとう。まずあのまずあの目標からいきますか。はい。はい。じゃあ僕からいっていきますね。はい。はい。はい、まずはあの6回乾杯する。6回乾杯する。わかった。サクッと。オッケー。オッケー。じゃあまず今年は、まあ、DXT としての目標はまずオリコン1位。はい。これは絶対取りたいなと思います。はい。乾杯。乾杯。はい、今年の目標、いっぱい番組に出ます乾杯じゃあもうサクサクいきますね、はい、まあ、今年の目標はやっぱり新人賞受賞です、乾杯、はい、じゃあ今年の目標はたくさんその日本中ニコに会いに行きたいと思います、乾杯ミュージックビデオ1000万円
いな。はい、頑張ります。乾杯。乾杯。ラスト回ってきました。はい、やっぱいろんな目標もみんな言ってくれたから、僕はもう一つです。TXTeenとニコが一生健康に過ごせることが目標です。目標ではないけど、ごめんなさい。乾杯。乾杯。あの飲みサーじゃないよねって言ってましたけど、まあ、違う、ありがとう、うまはいみんななんかごめんえ、じゃあちょっと後ろの人とかもケーキ、うん、食べたい、うん、あ、これたちこれ動画についてるけど、うん、ここの、うん、なんていうかコップあ、コップに分けるコップに入れるよコップに入れイエイどういう意味ちょっと回してもらってあ、お皿もあるってあ、お皿あるからお皿でいいじゃんなんでコップに入れようとしたんだ俺らのえコップあるんやんコップはあ、ごめんなさい男子高生すぎますねすいませんえ、なんかさえ、これ前組はいいよねもういいよ前組はいらない、うん、あ、じゃあ僕取ってあげようかあの、あれ取り分けます、はい、じゃあ取りますよねどんぐらい食べたいかなどんぐらい食べたいかもとりあえず一口いっぱいあるじゃあ、そうだねでも、うんうん、でもあの、詰める程度であのドラゴンフルーツとか、うん、いっぱい食べたいねパイナップルとか、うん、キウイとか、うん、いちごとか、ブルーベリーとか全部やな全部やなその他もろもろ全部欲しい全部かそうだねもうごめん、覚えてない覚えてないえ美味しそう。はい。フルーツモリモリで。はい。はい。タロウ。はい。え、これ誰？あ、アイタ君。うん。じゃあアイタ君のスプーンいただきます。え、この中に本当にゴーヤ好きな人は何人いますか？あ、大好き。でも苦手です。ゴーヤチャンプル。ゴーヤチャンプルはスプーン。全然食べれますよね。うん、しかも沖縄でさ、ゴーヤチャンプル食べたやん。あ、そう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 。食べたね。あの角度。めっちゃ美味しかった。あ、ごめん。これ。なんか苦くなかった。ま、おい。じゃあ、いただきます。はい、召し上がって、召し上がって。ありがとう、ありがとう。うん、全然召し上がってくれ。ありがとう。大地フルーツ好きなみたいな。え、大地フルーツ好きほんまに最近、マジであるのがさ、スーパーとか行くんだ。それで、フルーツ、うん、あ、ごめん、スーパースーパーいや、いいよ、どうぞ。うん、どうぞはい、で、スーパー行くやんか。うん、で、あの、何この前、ケンとかとさ、行った時にさ、何、うん、フルーツカットされてるやつ結構買ったりしてないか、大地。そういう時覚えてないよでもなるもんね、最近マジであのフルーツ食べるマジなんかさ、なんかさなるくんさひどくないなんかなになるくんさ、最近なんかさ、ちょっと普通に話そうよ普通に話しましょう、はいみんな多分テンションが上がりすぎて上がりすぎてるよ、最近イチゴの丸かじりにハマってますねイチゴじゃないよあ、間違った間違ったリンゴでしょ。リンゴの丸かじりで。はい。なるかい。でもそろそろピザ行きますか。みんなケーキ食べたね。うん、じゃあピザまず一つ目開けていきたいと思います。はい。これは何味だ。ピザ。行きます。いやー。うかー。うかない。やめてくれ。うわー。うまそう。美味しそう。DXT の最近流行りはスクーです。はい。スクーです。スクーです。じゃあこれ折りたため。折りたためで。じゃあもう一ついきます。もう一ついっちゃおう、もう一ついっちゃおう。さて、何が出る何が出る何が出るおぉ、マリリータ来ました、マリリータ。王道。はい、折りたたって。王道です。じゃあ、分けてほしい方は、翔太郎に。はい、翔太郎に行ってください。あ、はい、じゃあ、あの、小鼓も。小鼓さん、なるあれだって、はい、いちご丸かじりって言ってたからケーキ丸かじりしてってコメントおっ行っちゃおうかなこれダメやろ、絶対これはダメだそうですダメらしいですじゃあ行きますえ、でも多分マジなるすぐかあの口につけるからマジここら辺めっちゃ美味しいなるね真っ白になる、なるとお、ポテトかポテトハッシュドポテトやポテトハッシュドポテトうん、じゃあハッシュドポテトハッシュドポテトあの、イントネーション違うかえ、次は何を何をって何いきまーす神々やねんねうーん、いきまーすハッシュとポテトハッシュとポテトやハッシュとポテトじゃあもうサクサクっといっちゃいますかはい、うん、じゃあ皆さん盛り付けていきます大食い担当は誰はいえ、でもツートップじゃないここ2人なるほどめっちゃ食べずっと食べてます、この2人はそうですね食べてる時ね、もうあれですねあのお腹すいたって言ってますうん、なんか食べてるのにお腹すいちゃいますそれはなんかあの胃が開いちゃってわかるわかるのそれなんか中途半端にえめっちゃわかるわえ
共感すごいね。胃がさ、胃のもんがさ、うん、開幕しちゃってんだよね。胃のもん。でもなんかみんなでさ、美味しいもの食べに行った時とかさ、うん、めっちゃ食べれるの超羨ましい。ね、うん、いやマジでね、もうずっと食べてるからさ、結構止まらないね。うん、なんかもう。なるはなんていうんだろう、うん、あの暴走する時は暴走するかな。うん、この差がなる結構すごい。確かに、あ確かになんか普段さ、そのみんなが食べるスピード速いから、うん、なんかそのなんて同じ時間内で食べれなくて、うん、そのいっぱい、うん、暴走した時マジで早いしめっちゃ食うし、そうそうそう、そうラーメンめっちゃ早い。マジで、ね、あのやばい、マジでラーメン飲み物だから飲み物なんや。これカレーの飲み物だっけ。これってそのままお皿に入れた。うん、あ、うん、うん、いる。あ、はい、まあいいや、とりあえずこれはマルゲリータとか、うん、あ、マルゲリータがいいですか。これ、ファッションじゃなくて、谷口、おかわり体勢入ってるやって何、おかわり体勢こうやってずっとちょっと、ほら、谷口これ、いいのいただいて、はい、田中。うん、なんだこれ、なんやろ。え、いただ、え、もういただいていい。いただいていい。いいよ、サクッと。で、よくなってなる、あの、共感者いるよ、あのラーメン飲み物わかる。え、マジわかるよね。なんかそのラーメンって時間が勝負なんですよ。全然だからその飲み、あの汁がそのあれ、ぬるくなる前に一杯目を食べないといけないっていう決まりがあって、うん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 、その中で熱々の状態で食べたいから。なんか僕らがそのキャンペーンであの福岡の方に行かせてもらった時に、うん、あの豚骨ラーメンだったっけ、うん、を食べたんですけど、うん、ナルのペースやばくて、なんかケンとナルが一緒の席で、そうそうそう、であの替え玉頼んで、替え玉来たら替え玉もう一個頼むみたいな、だからエンドレスずっとなくなって頼むんじゃなくて、うん、スピード外になっちゃうから、そう次予約しとく。マジでびっくりした、ね、店員さんもびっくりしてるよそれ。こんなスピードなの、うん、うまっ、すごいもん。え、なんか替え玉何杯までいけるって。もう僕は最高は、最高は最高は8位ぐらい。うん、8位はやばいだろ。え、マジであのなんか一時期お皿ある、うん、結構ありがとう。あ、日本にも食べさせてる。塾にそのなんかずっと通っとって、うん、それがその塾の近くにラーメン屋があって、うん、もうそこに行くのがなんかやばかった時があったんやね、まあ、言っとったよね、なんかそれ。そうそうそう、それでもうめちゃめちゃ太ったんやけど、でもその代わり胃がどんどんあの開いてきて、その時はめっちゃ食べれてた。8って汁なくならん、それなくなる、なくなるよね。しかもなる、あの後半からその紅生姜をめちゃめちゃ入れるから、あの味変、うん、そう味変で、だから汁の色がもうピンク、うん、ピンク、まあ、ピンクに、うーん、まあ、面からで染めてって感じ。いつの時期それ。え、中3ぐらい。中3ぐらい。でも確かにそうよ。だってなると、ね、豚骨食べに行った時にマジで食べ終わった後の汁がピンクだった。マジで。え、見たことない。見たことないよ。やば。結構紅生姜入れてって感じで、マシマシっすね。あれはでってあゆたとかは何杯ぐらいいける。うん、替え玉とか。替え玉、うん、替え玉はね、しないかな。しないの？しないの？なんか一回とか。結構一杯で満足して。でもあやたの前、ラーメン行った時、一杯したよ。で、一杯あとか。いや、もう。喧嘩始まってんじゃん。喧嘩始まるよ、危ないよ。あやたにボコボコにされる。あやたくん、切れたら手出るぞ。なんか、おい、イメージついちゃう。イメージついちゃうから。でも、大食いってなったら、わんこそばとか、なんか挑戦してる、うん、あ、やってみたよ、ワンコそば。確かに、確かに。なんか、甲子園とかめっちゃ食べそう。ワンコそばのイメージやなんか、甲子園は、その毎回毎回、いただきますって言って、こう、やっていただきます。あ、めっちゃおもろいわ。なんか、おもしろいな。え、ちょっとイベントの時のさ、今日あったやん、話してね。うん。もうせっかくさっき会ったばっかりやし。うん、確かに。なんて言ってもあるよな、ね。ロンドンバス。ロンドンバス。うん。結構高かった。ね、え、身長大きかったよね。俺ああいうの初めて乗ったからさ、うん、めっちゃ楽しかったよ、うん、ね。しかもさ、信号とめっちゃ目合う距離でさ、ね、信号と目合うってなって確かに。いやでもね、分かる、その表現分かるぐらい、うん、ほんまにここにあったら信号が、あの高さからなんか眺めたことないもん、どう、そうそうそう、うん、ありがとうありがとう。
しかもさ、その音楽、成田ちの曲も流れとるけんさ、うん、なんてやろ、成田ちのことを知らん人とかもなんかこう、あーって言って見つけてくれたり、え、そうそうそう、うんうんうん、なんか海外の観光客とかよくなんか、うん、手を言ってくれて、やってくれて、なんか嬉しかったね、嬉しかった、可愛かった。イベント自体はどうやったっけ？リリーベしたけど、でもやっぱ初披露の2曲、うん、マジで楽しかった、ね、うん、はい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 、なんかアンリミットはマジで、そのセラウェイはさ、ちょっとティーザー的な、うんうん、なんかあのショーケーバージョンがあったね、あったんやけど、そのアンリミットはマジで全部が、なんていうの、初めて、初めてよ、ね、しかもその曲も出たばっかりやし、うんうんうん、なんかずっと語ったどうやったかな、ね、めっちゃ気になるんやけど、2個のみんなもびっくりしたんじゃないですか、うん、確かに、うん、いきなりね、あんま言ってなかったもんね、うん、言ってなかった、しかも俺ステージでかましました、うん、アルマジと確かに、あのちゃんとそうよね、やりました、気づいた感がいるから、ライブ感めちゃめちゃ出てる、うん、音程合わせたんでしょ、前でさ、4曲出て、もう慣れたちがデビューして、うん、4曲の中で、ちょっと今コメントでどれが一番好きなの、確かに、あ、でもね、もうそれを聞く前にセールアウェイ派ですって、あ、そうなんや、へぇ、ほんとや、アニメとダンスめっちゃ好きだったよ、へぇ、うん、なんか食べる、ずっと語ったのが好きやって、ずっと語ったのが好きやって、おー、かわいいです、でも僕やっぱセーラーベース好きな、なんか今日やってみて改めて好きやなって思う、なんかすごいあれやったよね、なんか一体感が出て、そうそう、それが、うん、あ、これずっと言いたかったんでさ、うん、セーラーベースさ、ラストさ、ダサビ入る前にこうやって拍手するときあるから、うんうん、それをやってくれてた、やってくれてた、やってくれてた、くれてた、くれてた、え、普通に、普通にやってくれてた、拍手してくれてたね、さすがニコ、さすが、分かってるっすね、分かってるな、ニコちゃん、え、じゃあもうちょっとさ、そのあそこ歌詞 We Are TX 入ってるの、うん、あそこまで歌ってほしくない、歌いながらもうクラップね、確かに、うん、だけどちょっと言おうとしたら、あのなんかアゲロイカーリーナと沈黙になるやんか、うん、みんな一緒にって言おうとしたもん、怖い怖い怖い、コーチ本番で何やるやるか分からないかでもまた次披露する時があったらね、うんうん、一緒にやってくれたら嬉しいね、確かに、拍手したよってほら、あー嬉しい、ありがとう、本当にさ、セーラーウェイなんて言うの、うん、言われんでも自然となんかこう、慣れてて初めて聞いた時してたから、いや、マジで、うん、いや、そうやってた、やってたわ、いいね、うん、初めて聞いた時が懐かしく感じるわ、ね、ね、もうあっという間にデビューってなって、しかもさ、その、なんて言うの、いつもよりなんかデビューっていうことで、そのリリーイベはなんかこれまで何回もしてたけど、うん、なんて言うの、今日めっちゃちょっと緊張感、うん、あった、歩き感が違うかって、なんか、うん、なんか始まる前とかちょっと緊張したりして、うん、ね、で、なんか、なんてやろう、いつもはさ、結構、うん、今日会えたみたいな感じやん、うんうん、けど今日は結構、なんてやろう、みんな真剣になんか、うん、ニコなんかデビューっていうのと、ニコの皆さんに、うん、なんか感謝の気持ちとか伝えてよかったなって思いました、改めてやっぱああやってね、たくさんの人に囲まれてみたら、うん、本当に、まあ、幸せやなっていうのはつくづく思うしね、うん、あと傾向もあるしね、はい、そうね、これからだって いろんなね、ステージあるから、マジでいろんな傾向もあって、ショージャーもあって、ラポスタもあって、最高だよ、やばい、関西来てくださいって言ってる人もいるし、いっぱいなんか関西行きたいですよ、愛知にも来てとか、そっちも行って、行ってなんかイベントとかしたい、確かにいっぱいいる、うん、なんかでもいっぱい会えるよね、全国でみんなであの、うん、ライブしに行きたいですね、行きたいね、うん、結婚行くよーってありがとう、ラポスターもあるんだ、うん、ああそうか、ラポスターも、え、しかもさ、本当になんて言うんだろう、例えばリリーベとかやったらさ、もう本当に慣れたち、うん、あ、2個のその、うん、みんなが結構多いけど、うん、そのなんて言うんだろう、他のイベントとかに出た時にその2個のみんながなんかいてくれるとめっちゃ安心感あるっていう、あー、分かる分かる分かる、なんかいつもそのなんか心配になるけど、うん、なんかニコのみんながうちわとか振っててくれたら、うん、うわなんかなんか安心してパフォーマンスできるなって、ニコのみんなもあったかい、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 めっちゃ優しい、ね、すごいやりづらかった、やりやすかったよね、すごいやりづらかったって言い方真逆になっちゃう、真逆になっちゃう、はい、じゃあ改
改めて一人ずつ日本に向けてメッセージっていうのを発表していこうか、うん、はい、はい、じゃあ次は先上から言ったから下のなるから行くじゃん。なるから、はい、行きますか。はい、そうですね。あ、ちょっと、ちょっとさ、うん、あのさっきあのリリーベでその僕手紙書いたんですよ、うんうん、ちょっとあのやっててもらっていい？撮ってくる、うん、ちょっと撮ってじゃあ、あの、あの全く一緒じゃないかもしれないけどちょっと、うん、あの本当に昨日夜中、まあ、もうめちゃめちゃ考えて考えなかったんで、うん、その手紙にちょっと詰まってるんで、ちょっと、はい、はいはいはい、じゃあ僕がいきますね、うん、はい、はい、あの本当にこの皆さん本当にもう愛してくれて本当にありがとうございます、僕たちもこれ今日デビューになってもう本当にあの今日 リリースイベントもやらせてもらったんですけど本当にもう皆さんの愛がすごいあの伝わったので僕たちもそれの期待に応えられるようにもっともっと成長してそのニコの皆さんに元気つけるというか元気にしていくので僕たち本当に頑張りますのでこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、この流れでもなんか最後に行くか。はい、こう思っちゃいますよ。そうですね、はい、本当に今日インスタライブ見に来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。本当に今日僕たち6人の夢が叶いましたね、うん、叶いましたよね、叶いましたよ。いやめちゃめちゃ嬉しいですね。本当にこうやってニコの皆さんがいるから僕たちも頑張れてるので、うん、これからもいっぱいいっぱいよろしくお願いします。大好きよ。ショータローのなりのね、じゃあ、タイチ、いきます。はい、まずは、インスタライブ見に来てくださってありがとうございました。あの今日、リリースイベントであの来れなかった方も本当にたくさんいると思うので、うんうんうん、このインスタライブができて本当に良かったなっていうのと、ちょっとテンション感がちょっとバグってたわけなんですけど、今決まったじゃない。でも、今落ち着いてる。まあでも、なんていうの、自然の太一たちの雰囲気やから言ってもらえます。うん、でもその雰囲気をまず楽しんでもらえたんじゃないかなって思います、うんうん、はい、これから本当にもうデビューをしてこれが本当にスタートなんですけど、あのこれまでもらった愛であったりとかをこれから活動を通して本当にたくさんたくさんたくさんあのお伝えできれたらなと思います。はい、ニコ大好きです。コメントもリーダーかっこいいよって。リーダー、おー、リーダー。じゃあ次行きますか。はい、はい、愛斗くん、はい、今日はリリーベ来てくれた方、インスタライブ見てくれた方、本当にありがとうございます。こういうデビューっていう、なんかこういう最高な時間の、うん、時間をこう皆さんと一緒に過ごせてるっていうのは本当に僕も幸せで、本当に皆さんからたくさんの幸せをもらってるので、やっぱこれからいろんな、本当さっきも言ったんですけど、いろんなところで皆さんに会える機会というのが増えていくと思うので、そこでもらった愛や幸せを僕たちがどん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 お返しできるように頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。リコちゃん大好き。はい、これちょっとリリーベでも言ったんやけどさ、うん、ニコってよくできてる名前で、うん、そう、ニコを数字で表すと2と5になるわけですね、うん、はいはい、でこれ足したら7になる。はい、でメンバー6人と2個で足して7になるっていう、もうマジで素晴らしい言葉なんですよ、これが。何でもない、言っとる内容はめちゃめちゃ素晴らしいけど、更新がなんか言う、言い方がなんか素晴らしいんですよ、これが。素晴らしいね、ちょっとビジネス。いや、こんなん言ったらあれやけどさ。はい、じゃあ続けて。続けて、なんか、またセーラーの話になるけどさ、We are DXT。はい、インスタに想定あるやん、うんうん、そのウィアのとこにその多分誰かラジオで言ってた、僕たちとそのニコも含めて DXT だよみたいな言ってて、うん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 、あ、これめっちゃいいなって思ったから、もう僕たちはもうとにかく一体なので、ぜひ皆さんもこれから DXT に名乗ってください。はい、みんなも DXT。 みんなも DXT。 みんなも DXT。 はい、はい、はい、ニコ含め、含めね。あ、ちょっと待って、ちゃんとさっき言ってない、ニコ大好き。今日本当に僕たちの5月10日最高なデビュー日になりました。
マジで、なんていうの、リリースイベント来てくれた方もそうやし、その来れんかったその地方の方とかも、うん、本当に盛大に祝ってくれてるの、うん、僕たちには届いてるので本当にありがとうございます。そして本当にこれからニコとなんか出会う 場所だったりとか4トンとかいろいろなんか僕たちにとってそのニコとの思い出がめちゃめちゃ宝物やなって思うのと、本当これから DXTEEN なんか今もめちゃめちゃもう4曲とか、うん、本当僕たちの魅力バンバン出してるんですけど、全然もう本当にまだね隠し持ってるよね、まだまだ、まだまだ、まだ全然まだまだです、はい、まだまだなんで、まだまだ僕たちの DXTEEN の魅力をこれから全然伝えれる自信があるので、はい、これからも DXTEEN をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。締めとく、一回行くか、大好き。かわいい。そうそう、時間がね、早いよね。早くなりました。やりたいね。うん、もっと長くやりたいけど、時間があれだからね。そう、あれがあれでね。じゃあ最後あれやっとくか。はい。スクショタイムかましておくか。スクショタイムやってきますか。何のポーズがいいですか。何がいいですか。ちょっと募集します。募集します。はい、今から募集入れてします。はい。みんな大好きだ。ありがとう。大好き。みんなデビューしてくれてありがとう。ポーズポーズポーズ募集。オンラインハグして。どうやってやるの。25とかは。あ、いいよ。25でやる。あ、25いいやん。スクショタイムください。2個。ギャルピ。2をギャルにする。え、なんかこう。いや、ギャルやん。え、やってきたやつのあれやんか。やってきたやつってない。どうする、これと DXT ポーズでいこう。2回いこう。2回でね。はい、2回いきましょう。はい。はい。ゴーヤポーズってどうしてるんだろう。ゴーヤポーズ。じゃあ、とりあえず2個と DXT でいきましょう。はい。じゃあ、まず2個からいきます。はい。せーの。オッケー、やりましたか。はい、じゃあ最後 DXT ポーズいきます。せーの、1、2、3、4、5。オッケー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんたくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ締め、じゃあ太一よろしくお願いします。締めは、え、はい、急に前出ますか。はい、出ましょうか。出ますか。はい、出ましょう。出るか。最後近くで、近くでね、みんなバイバイしちゃおうね。テンションどうしたの。バイク来てますけど、映りますかね。俺映ってる。映ってますか。わお、あ、見えるかな。見えるよ。見えるよ。多分見えるよ。見えてますか。うん、大丈夫。こっちで確認します。じゃあ、閉めて。はい、今日は本当にありがとうございました。とても幸せな時間でした。これからもニコのみんな、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。